もうなんかやだな。この刺す位置はどんな感じで決めてるんですか、いつも。あ、平らなところ。あ、基本でもだいたいここもう斜めなの、さっきからずっと。私なんかこう右側に置きがち。右側に置きがち。うん、私はなんか、ちょっとでもライブやだけど、この辺かな。もう仕方ない。で、刺し方はブラジルまで届きました、今。ちょっと足りない。足りない。チカってなるけど、足りてた場合めっちゃ滑った、この。私は悪くない。これユキリンのネタだから、ね、ブラジルまで刺しますみたいな。ね、起き上がんない。起き上がってる。起き上がってる。あ、でもいいじゃんね。どっか行っちゃった。どっか行っちゃった。そうね、起き上がり引っ張りだね。起き上がり引っ張り。起き上がり引っ張りだよね。そうで、 T 高かったですか、さっき。うん、ちょっと深めに今。もうちょっと、だからブラジルまで。結構、ね、いてってたもん。ブラジルの人。おー、ワンタッチショット。おー、ワンタッチショット。てか、なんか、トップでふらついてませんでした、今。まあ、もうつま先下がり、下がりじゃない、上がりのせいじゃない。そのせいか。はい、ありがとうございます。おじさんと一緒なんだね、ワンタッチショットとか。言うことが。え、だっておじさんが言ってることを真似してるんだよ、多分。あ、そう。ナイスショットとかさ。おじさんがだってさ。23? 23です。やってることはおじさんですよね。ゴルフで、ゴルフで。自分で運転してゴルフ行ってみたいなね。確かに。だしさ、おじさんがさ、ナイスイーとかさ、言うじゃん。うん、バンカーとか言ったら。で、なんか多分それが耳に残って言っちゃうんだろうな。悲しいだけ。悲しいだけ、それは。おじに釣られるなんて悔しいだけ。悔しいだけ、マジ悔しいだけ。悔しいだけ。でも、おじって何歳から悲しいですよね。そうだね。うん、おじの定義。だって40代前半の方でも、イケおじの場合、うん、これめっちゃ難しい。スキーってなるじゃないですか。あ、イケオジの場合、イケオジの場合は全然なんかスキーってなるけど、うん、でも30代とかの人でも、うん、オジってなるときなるから。そうだね。ちょっとちょっと、オジっておじさんのことなのかって言ったけど。可愛く言ってる。その3、5くらい。あれ、これチャンスだな。パー、パー。え、今な、え、今まだ1打しか見てない。次2打目だよ。パー。あ、確かに。ちょっとパー取ります。アルバトロス。だってこの場合イーグル？いやいや、それ入るとかじゃなくて最終的にユキリン、ここはセクシーフェードだよ。あ、得意のセクシーフェードで。セクシーフェード。全然得意じゃない。右ボット右。やめて。ちょっと待って、何セクシーフェード。え、フィニッシュをセクシーにするの。じゃあスライス出たら。あ、打ち方がセクシーじゃなくて、うん、ただにセクシーフェードって呼んでる。または大人フェード。でもおじさんとゴルフ行き過ぎだろ、単なる。それ違う。別におじごじゃないから、それはうちらが言ってるだけ。うちらが作ってるやつ。木当たらないかな。100ヤードゆきちゃんは結構フェアウェイから打ってるんだけど。いや、私今日純ちゃんがめっちゃ全部引っ掛けてる。わ、可能性はあるね。どちらも。しかも土から打つのは難しいですよ。9番アイアン。で、しっかり。わあ、失敗したら当たっちゃうな。あ、でも、ナイス。ナイス、ちょっと。やばい、方向バカだ。やばいってね。ナイスイ。これは35ヤードぐらいかな。どう思います、うん、だけどこれも結構今日際どいの多いね。ああ、もう私難しいところに打って。これすっげーむずいよ。寄せて。寄せる。
うまっ。うますぎません。これやばい。集中した。ちょっと集中しないと打てないんですよ。集中しろって話。そうなんだ。集中しろって話。じゃあなんかふんわり動画みたいになっちゃったから、ふんわり感出しすぎた。ちょっと待って。またさっきの左足引いて、右足もまっすぐにして、平行にして、平行に。クラブ回した？右側に。それやりすぎかもしれない。オッケー。やばい。大丈夫。あー惜しい。下に入ったね。やばい。やばい。直角に上げなきゃいけなくなっちゃった。どんどん。これどう思います？そこはもう出た方がいいね。いやそりゃそうでしょ。いやそれバンカーの中から打たないでしょ。それ出た方がいいよねってアドバイス超面白い。右側にボール置いて、いける気がします。でもうちょっとかぶして、かぶして、で右側にクラブ回して。うまい、うまい、ナイス、うまいじゃん、ナイス、ナイス、ありがとうございます。強めの、あ、弱めの、弱めの強め、うん、かな。ああねえ、方向性が、え、なんでこんな構え方してんの。え、変変え、内田さんやってください。ちょっと、はい、ちょっとじゃなくて、だいぶこんなんだったよ。あ、左足引いてたってこと。ここ。あ、それはなんか多分わかんない。さっきのが残った。後ろ来ちゃった。これまっすぐですか。これもちょっとフックするラインですね。はい。右中くらいで。はい。パッドですかこれ。そうだよ。なんで嫌そうなの。やだよもう。視聴者さんががっかりする動画ばっかりできるかこれ。膝から崩れ落ちないっていうね。今日ダメじゃん。オッケー。今日ダメだわ。ボギー。1,2,3。3ダメ。1。7音ぐらいじゃん。3,4,5,6,7,8,9か。そうです。難しいなゴルフ。前半終わり？はい、今から後半回っていきます、はい、お願いします。はい、前半は私は51、私は59でした。だいぶやってます。はい、よし、本気で本気出して頑張ります。いきます。はい、ちょっと待って、真ん中に、あ、わかった。ちょっともうゆっくり振ろう。お願いします。お願いします。ゆっくり振ることにするわね。まっすぐ綺麗。ナイスショー。綺麗。そうそうそう。こうです。簡単だな、こうって。後半になってやっと慣れてきてね。危ない危ない。なになに？ベルト？手袋忘れちゃった？これも初心者あるあるじゃない？ね、2年って初心者なんですか？初心者って。いや、男の人10年ぐらいでもまだ初心者とか言う人いますね。そうですよ。ほんとほんとほんと。近いですか？こんぐらい？うん、ちょっとヘッドの先ぐらいにボールがある感じぐらいでいいんだよ。ナイスショー。右。うわー、ナイスショー。右。オッケー。なんか微妙に寒いね。じゃあ日が出なくなっちゃったから。でもこれからさ、結構日焼け止め塗んないと顔がマジで黒くなってくよ。あ、塗ってます。塗ってる？年中塗ってます。じゅんさんのコンペでもらった日焼け止め。あの日焼け止め、うん、冬は30使って、うん、あの夏とか3種類やったもんね。そう、50。そう、私は前やったね、ゴルフコンペで
なんか日焼け止めの協賛があったんだよね。そうそう、それをゆきりんがずっと使ってるんです。日焼け止めは私ウォータープルーフなのに難しい、あ、ウォータープルーフじゃなくていいな、あのお風呂であの落ちやすいやつがいい。てか企画したい、マジで。もうね、言ったらどうせ塗り直さなきゃいけないし、あのウォータープルーフである必要があるのかどうかはちょっと検証したいよね。だってどうせ塗り直すじゃん、3時間に1回とか1時間に1回とか2時間に1回とかね。そんな塗る、塗る塗る。でもそしたら落ちやすく30分でもいいからちゃんとしないやつが欲しい。これはとりあえずフェアウェイ出す感じ、はい、あとはもうウッドとか振っちゃっていいのかね。ウッドでも、はい、大丈夫だと思います。あ、いや大丈夫かな。これ打てるかな。ねえ、やばいかもしんない。あ、でも、ね、近道、近道さん、ああいう時どうするんですかね。ここ当たっちゃう時ってそのまま打っちゃう、もうしょうがないですよ。なんか息切れしてきた。距離がマジで落ちてる、言うて多分30ヤードぐらい落ちてる。今のうまかったでしょ。20-30ヤード、うまい、うまい、うまいです、うますぎる。でもこれ175ヤードで5番ウッドで届かないんだよ。今のはナイスだったからね、もう振らないことに決めたんですよ。あ、違う、あと足使えるようになった。もうね、アプローチも多分いい感じだと思うから。前半が50高いじゃん。51。誰？後半は43。45以下ってことね。そうそうそう。あ、これだ、やばい。どう思います？私的にここをこう行くか。やばい。あ、せっかくなら行っちゃいましょう。ね、行っちゃおうって感じですよね。もう半ちょっと、半ちょっと、もう当たらない。え、ここどんぐらいですか、ヤード？あ、オッケーです。もうね、単語がやばい、すごい、かわいい、悲しいみたいな感じ。やっぱ男気ゴルフが私は好きかもね。今も間を抜けるとか、やっぱそういう保険、こうこっち側にとかやるんじゃなくて、私はやっぱ打っちゃい系が好きですね。嬉しい。これスーパーショットですよ。今1、2、3打。うわ、でもジュンさん2打でここですか。素晴らしすぎますよ。ありがとうございます。見てました？絶対見てる。今ミラクルコースだった。こんぐらい。もう一回言って、それなんだっけ。 A です。あ、そうだね、そんぐらいかな。もうこれ本当は、本当はもうちょっと体重ずっと左足みたいな。そう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 。いやー悔しい。今見本見せっから。あ、見本見せる。あ、え、こういなくなった。まあ、ほとんどまっすぐなんで、はい、はい、最後の方はスライスしそうなんで、はい、そうですね。入る。
ございます。完璧だわ。まあ、こういうことですよ。だから体を動かさない、止めた方がいいのね、多分ね。中の動画でも言ってたよね、寄せてパワー取るタイプです、うん、あ、そうこれでもうパーでいいでしょ。最後の方やっておくよ。いいよ、うまい。おー、まとも。うん、これ入れたいですね。うわあうまい。悔しい、OK、悔しいだけ、悔しいだけ。これは私はもうまっすぐでいいでしょ。お願いします。緊張しちゃう。パーです。ナイスパー。ありがとうございます。マジ？はい。さすが。マジです。マジです。マジです。